どうも。この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかし。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をするつもりなんじゃ？そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうに、トワは大量のエネルギーで2つの世界の境界線を消し、そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか？宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ、想像もつかん。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけません。そう、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきていれば。まだ帰ってきとらんの、心配じゃな。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には、復活したフリーザとの戦いの歴史が。フリーザですか？油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことがありますし。バカモン、あやつを甘く見るでな。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになる。え、あやつは生まれついての強者。今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えれば、どこまで強くなるのかわしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしているわ。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟し。それほどまでに強いんですか？そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。その間にお友達の皆さんに楽しんでいただけましょうか。ちょっとだけ助けてやろう。そこのお前、この銀河パトロールのスーパーエリートをサポートする役目を与えるぞ。なんて数の変化だ。どうして永遠の火の流れがおかしい。タオさんと僕らが来るまでなんとか持ちこたえてください。誰だあいつ。エルミスに変わった友達が多いから。でも誰とも結構な戦闘力を感じるぞ。さすがサイヤ人、味方になるととても頼もしい。私に遠慮せずもっとやっていいぞ。わざわざ殺さないように戦っています。
優しいですね。孫悟空はこの極悪人の私でさえ殺そうとしませんでしたからね。皆さん、なんと素晴らしい警察者なんでしょう。まったく、ヘドが出まかれます。ついにフリーザが出てきましたよ。やれやれ、分かってはいましたが、フリーザ軍も随分質が落ちましたね。あなたには少しだけ退屈しのぎに使ってもらいましょうか。サイヤ人はどのみち一人たりとも生かしておくつもりはありませんけどね。あいつ
で本気を出しちゃいない。俺たちと違う次元のパターン。どうする？全員で作る。今度は私はお断りだ。もう十分活躍してやっただろう。ちょっと、ソン君が瞬間移動するから、みんなも最大限のパワーを上げて。そう、わかった。あれ、このタイミングだよ。まったく。おお、呼んでいるようですね、あいつを。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。時がやってきました。さすがさ。やっぱ勝ち負けだ。わかりやすく金色にしてみましたよ。ゴールデンフリーザとでも言いませんか。でもただ色が変わっただけではないの。分かっているようですね。そちらは結局スーパーサイヤ人でした。スーパーサイヤ人のオスのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人なんだ。どうやら無理な勝負になりそうですか。知っていたか。この星のドラゴンボールは2つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラモンは。何だあいつ、フリーザーそっくりだ。さすがに驚いたようですね。俺とただ復活したわけではない。新たな力を手に蘇れ。我が一族が再び宇宙の頂点に立つ日が来たのだ。そううまくいくと思うか。俺がこいつの相手をする。お前もその姿に変身できるのか。相手にとって不足はないな。まずいかに二人がかりと言うでも棒に勝つことなど不可能。俺たちに不可能などあるものか。ほう、これがイチコさんでですか。以前いただいたアイスクリームがベースですね。これは惑星マヌーにいるオーガエルの脳みそみたいだな。果実がみずみずしくてうまいぞ。もしもし、聞こえますか？ビルス様、ウィス様。うん、なんだい。大変なんです。ミラと問わず、ミラスに詰めてきて、僕らに来てもらえますか？なんだい、自分の身は自分で守りなよ。シュークリームをお持ち直しました。シュークリーム、美味しそうな響きですね、ビルス様。どうせ君が作ったんだろう。いらないよ。トランクスが作ったから美味しいですよ。じゃあ、行ってみよう。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。おのれ終わりだ、フリーザ。お前たちがね。こっちです、早く。
ふう、間一髪でしたね。もう少しで地球の爆発に、ま、おや、地球がなくなってしまったんですか。フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいい。シュークリームはどこにあるんだ。くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくて、トワ…トワが時のスカラの通信を乗っ取ってヴィルス様たちを、時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて。まんまとおびき出されましたね、ヴィルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトワとかいう女はどうだ。こんな残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるか。ウィス。はいはい、わかってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。この力があればサイヤ人のサルドモを倒すなどたやすいこと。そうですね。じゃあ復讐の続きを始めましょうか。今度こそ貴様らを完全に消去してやるぜ。これは驚いた。かなり強引な方法ですが、さっきよりもう一回り強くなってます。これは今の悟空さんやベジータさんでも発信するでしょうね。まだ終わってない。まあそうだろうね。ちょっと助けてくれないの。勝負は勝負だ。助けてやるよ。僕の狙いはトワだしね。まあ応援くらいはしてあげるよ。よっしゃ、ゴルフォーノ。訓練の成果が出てきたな。
この調子でどんどん行こうぜ。ありがとな。ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ、ブルマの。まあまあ誰でもいいじゃねえか、助けてもらったんだしさ。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ、おらも。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかしなんとかなってよかったわい。よかないよ、トアのやつ現れなかったじゃないか。ああ、イライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください。やっとやっとトキトキが卵を産んだんです。ここで相変わらずとんでもないことを言うやつじゃん。そうですか、トキトキが卵を。それはおめでたいですね、ビルス様。さすがにトキトキの卵を壊すとなると、ストレス解消でしたらまたそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃあり。あ、もうそんなことでよろしければどうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら私が付き合って。お、久しぶりに相手してくれるの。うれ、あなたもどうです。せっかくですから一緒に鍛えてあげ。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんです。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。お前も参加していけ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけ。おや、僕の付き人でもある、師匠でもある。だから遠慮はいらないよ、思い切りぶつかってやろう。あらあら、お手柔らかく。
少しだけ遊んで差し上げます。どうやらそれそれ訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。ちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあ、もういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。はい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃあ君も元気でね。何が元気でねえじゃ。ちょっと君、全部聞こえてるんだ。わしは何も言っとらんぞい。では皆さん、それにしてもトワメ、俺たちの通信を乗っ取ることまでできるようになって。奴らもあの手この手で仕掛けてく。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるってことよ。ターレス、スラック、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもた。あ、そっちの声の方が気合入っとるの。